つだろう、中1か中3の時に会ってんだよ、うち。そう。で、代表とかで一緒になっても、最初からもうタメ口だし。あ、武器が？そう。でも距離感詰めるのうまいじゃん。なんか、別に生意気とかじゃなくて、そういうタメ口の使い方。うん、そうそうそう。武器ってさ、意外と人見知りじゃないよな。うん。うん、人の都合みたいな。マジでない。うん、やんな、思う、それ、うん。それめっちゃいいことじゃない？うん。でもその時からうちでさ、もう有名だったの。中1の時から、もう岩渕真奈みたいな。いやそうなんや、有名な選手でさ、こう最初にタメ口使ってきて、うん、うわっと思ったらすげえ人がつっこいしさ、めっちゃいい子じゃんって覚えてる。おちっちゃかったけどね。あ、そんなちっちゃかったん？ちっちゃかったよね。まあちっちゃかったけど、でも11の時、うん、10センチぐらい、今より低いぐらい、140ちょいぐらい。ちっちゃいわ。11で？はいよ、うんうん、めっちゃちっちゃいやん。ちっちゃいのにね、めっちゃうまいの。10センチしか伸びてないから。すごいな。すごいね。よくそれで世界で戦ってるよ。いやいや。いや、え、すごいわ。うん、10センチ。140ちょっとってめちゃめちゃちっちゃいの、ほんま。ミニモニやん。うん、え、でも中学生の時、中1なんてみんなそんなもんじゃない？え、うん。いや、うちもう結構。中1くらいあった。うん。中1から伸びてないの、身長。女の子がさ、小学生で伸びるって言わない？まあ、女の子と男の子だったら女の子の方が大きいイメージはあるよね。だよね。先に伸びたんだよな。そうだよね。小学生、中学生で高校で男子が伸びてる。だってさ、ブッチーさ、年上の人でさ、敬語使う人おる？いや。いいね、その質問聞きたい。やろやろ、うんうん。え、どの人、誰に敬語使ってるやろって思い返してみたらさ、うん、確かに。アスナの周り、おらんな、ブッチが敬語使ってる人誰やろう思って。100% 敬語の人いないかもしれない。そうやんな。もうその時点で伝わっちゃうわ。でもさ、それで許されるっていうか、許されるっていうか別にさ、怒られてもないんだけどさ、なんかそれでも認められてるっていうのがすごくない？うん。だからそれでも気にならへんもん。うんうん、わかるわかる、そう。そう。え、待って、わかったわかったわかった。サワさん、サワさん。100ではない。サワさんも、なんとかじゃーんとかは言えると思う。やべえ、サワさん。すげえ。サワさんにまで、レジェンドの。あ、分かった、はい。山郷さん。あ、うちも思った、今。言おうと思ったんだよな。山郷さんは、久しぶりに会ったのね、去年の皇后杯の時に。うん。で、自分怪我して試合見てる時に山郷さんになって。あって、ブッチいくつになったのって言われたから、うん、27になって、ま、なりましたみたいな、山郷さんはみたいな感じ言ったら、何歳みたいな感じ言われて、マジおばさんじゃんって言っちゃった。ちょっと待って。あの山郷さんに衝撃やねんけど。衝撃しか出せる言葉がない、うちはもう。いや、ほんまそれ。もう衝撃すぎて、こんなポーズしたことないぐらい。はい、わかる。でも本当に、そういう時だけだよ。うん、まあまあ、流れでね。そうそう。いや、流れでもそうやって言えるのがすごい。そう、ブッチってさ、あの、軽くさ、そうやってさ、言うような、すごい衝撃的なことを。あらやべえやつじゃん。そう、でもそれに悪意がないんだよ。あの悪意だから別に言われたもんなと思わへん。ローラとかさ、なんかそういう感じじゃない？ちょっとなんか。そう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 。そういう系。うん、わかる。あの滝沢カレンとか。あ、そうそうそう、そういう感じ。そのブレだ。そのブレ。そういうぐらいさ、ほら、アフレコうまいやん。うん、アフレコめっちゃうまい。そういうぐらいアフレコもうまいっていうか、多分その2人の名前出てきたの絶対アフレコとかから来てると思うんだけど。中リーサ、中リーサ。中リーサ。中リーサやって。やだ。えあれやってって、あれやってって言われてやるのめっちゃはずいよな。ブッチできるやん。あーこ、はい、代わりにやって。どうも皆さん、代わりにチーム、中リーサでーす。そういうことだよ。これめっちゃはずいよね。恥ずかしい。代わりにやってくれてありがとう。うん、バッチリ。いつでも、うち恥ずかしさとかないから。うん、ブッチができんやつ全部なおこに。ほんで、何の話やったっけ？